ありがとうございました。タボー、ここだぜ。半グレのたまり場になってるクラブだ。ああ、でも奥は真っ暗、何の店かもわかんないよ。こんなとこ普通の客とか絶対入んなくない？ここが仇の世界にぽっかり開いたグレーゾーンへの入り口だ。行こうぜ。アクスたちがいりゃ話も早いんだがな。おい、なんだよお前ら。誰の紹介だ？招待されてきたわけじゃねえ。阿久津か相馬はいるか？俺らは八神探偵事務所だ。探偵？ここはクラブでしょ？入ってもいい？来ると思ってたよ、八神探偵事務所。ふん、お前か。ずっと遠くから見てるだけだと思ってた。奥で阿久津さんがカイトを一人となら会うと言ってる。え？搭乗会が消えた後、あそこ抜けたヤクザたちは今うちにガンガン集まってきてんだぜ。なんでかわかるか？知るかよ。ただのチンピラがうちに入ってきても F ランクスタートだ。でも搭乗会の元極道は最初から組織の中で B ランク待遇だからな。そこあんたなら A ランクで迎えるとさ、カイトさん。シンピラの猿山の中じゃ当然だろうな。だがひとまず俺は話せるやつと会いてえってわけだ。さっさと阿久津んとこに案内しろや。大したもんだな、肝が座ってる。阿久津さんに見込まれるわけだ。俺は店に入れてもらえないの？てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。釣れないな。海藤さん一人だけ奥にご案内か。心配すんなタボー、すぐに済むって。阿久津ときっちり肩をつけてくる。そういうことだ。入りな。
すぐに戻ってくんだろ。なら俺はここで待たせてもらうよ。勝手にしろ。目障りだな。まあまあ、そんなこと言わずに仲良くやろうよ。なあ、ダメに決まってんだろ。行きたきゃよそに行ってこい。この奥は紹介がなきゃ入れねえんだよ。あんたも RK のメンバー。なんか景気がいいみたいだね。ああどんどん人が入ってきてる。今神室町で稼ぐんなら RK に乗らねえ手はねえ。いい女も寄ってくる。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。うるせえよ。それとも本当に稼げる美味しい仕事は回ってこないのかな。そういうのは A ランクのメンバーで占められちゃう。あんたは見たところやっぱ F ランク。ああ、なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。なめんなよこの野郎。悪いな、俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。よし、行くか。お、天哪，又要搞这个。
さっきの神話をどこに連れて行かれたんだ？ああ、何でも阿久津さんがお呼びらしい。マジかよ。じゃあ、ビップルームに通されたってことか？そうらしいな。チッ、俺もあそこには入ったことねえのに。あの神話を何者なんだ？ごめんな、ちょっとだけ寝ててくれ。Cランク以上のね、俺暗証番号知ってる。ああ、どう？ B ランクの人が金庫は RK を数で表した番号で開けられるって。 RK を数で表す？メンバーの数ってことか。さあ、自分にはさっぱり。あと R は18だとか言ってましたね。 R が18。ダメだ、全然わからねえ。
あんた何かご用でしょうか。ふざけたこと言ってんじゃねえ。さっき酒持ってきてくれ。なんだ、忘れちまったのか。いえちょっと待て、待つ時間が惜しい。やっぱボトルはいいや。そこでカクテルでも作ってくれ。走去哪里呀、啊？把干掉！哎、欸，不要！
危ねえ。なんだ？あいにくだったな、阿久津。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ。別にわざわざ探偵辞める必要もねえんだよ、怪盗さん。ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。いつまでもカッコつけてんなよ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの結局ヤクザじゃねえか。登場会の後釜にでもなろうってのか。お前と相馬で仲間なら他にもいる。極道崩れとチンピラのガキでもだろ。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの効く心強い仲間が欲しいんだよ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。カムロ町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場会の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。でたっぷり稼いだらその後は堅気に戻って悠々自適よ。堅気に戻ってだと。おうよ。何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初対持つってのもどうだ。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだ奴はそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようか俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。俺らねえ。もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら矢神も入れてやるさ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろ。仲間にならねえやつは敵とみなす。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。おい、全員こっちに来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。てめえ。ほら、お前がここに来ることまでお見通しだったぜ。かかってこないならもう行かせてもらうけど。行かせるわけねえだろ。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない？お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの町は俺らのもんなんだよ。誰がお前らの町だって。バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。Yeah!
とルーシな。頭数揃えたってこのざまじゃな。何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。分かった分かった。それでいい。な、阿久津。なんでここに？いつからいた？来たのは今。ああ、こりゃむちゃくちゃだ。あいつが相馬だぜ。 RK のリーダー。ああ、だと思った。お前、分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。
カイトさんに勧誘断れたんだろ。で、そちらは八神探偵事務所の所長さん。何年か前までは弁護士、今はカイトさんの相棒だ。現場は俺に任せるんだったろう。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。風かい？誇りっぽいとこうなるんだ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。で、噛まずにほっとくと今度は鼻垂らすなって殴られんだろ。ああ、そうそう。やっぱりあんたとは一緒にやりたかったな、海藤さん。あんたもだよ、八神さん。いつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか。話が早くていい。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。まだ何か。今日は街であの写真の男は探してないの？ほら、手下たちに探させてたやつ。ガールズバーのマネージャーだっけ？何年か前にカムロ町から消えたって。あいつのことはもういいのか？ああ、どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。殺されたんだな。最初からカムロ町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。どうも。少しだけ気になってたんだ。お役に立てたようで何よりだ。思ってたより侮れない感じかな。ああ。さっきのでそいつらが詐欺やら切り取り叩きなんかの手口を闇仕事のハローワークだ。主要メンバーだけなら50だが、一度でも関わりを持ったやつを全部カウントすりゃ2000は超えてるらしい。話半分でもなかなかだね。今この町は極道の次を誰が取るかって時代だ。 RK の他にも半グレたちが隙を伺い合ってる。カムロ町の平和もそろそろ期限切れってとこが。沙織さんだ。もしもし。白崎です。すみません、お待たせして。痴漢被害者の住所とプロフィールが見つかりました。ああ、間宮さんだっけ？間宮由衣さん。ええ。東池袋のマンションに夫と子供の3人暮らしです。これからアポなしで行きます。わかった。じゃあ俺も一旦そっちに戻るよ。了解しました。お待ちしてます。聞こえてたぜ。行ってこいや、タボ。そっちに俺の出る幕はねえだろうしな。わかった。終わったら事務所に帰るから。え？京城野狼。
いらっしゃいませ。ピッタン。ありがとうございます。一点点。いい加減にしろよ。あ、ちょうどよかったです、八神さん。待ちきれなかったもので。さ、間宮ユイの家には。相手は痴漢の被害者です。我々加害者の弁護人にいい顔をしてはくれません。真っ当にアポを入れれば断られると判断しました。だからアポなしで来たと。かえって相手を刺激しなきゃいいけど。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。さてどうなるかな。はい、源田法律事務所の白崎です。江原昭弘さんの弁護人をしておりました。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何のご用です？こんなの困るじゃないですか。何の連絡もなしに。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。どういうことです？もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか。お断りします。お引き取りください。
あ、ちょっとすいません。白崎先生の助手で探偵の矢上と言います。は？殺人助手。俺たちは確かに間宮さんから見たら憎い痴漢を弁護する人間です。だからお気持ちはわかります。もう関わりたくないんですよね。ええ、そこまでご存知ならこれ以上言うことはないです。失礼します。いえいえ、ちょっと待った。失礼しないでください。間宮さん、いえ、ゆいさん、とっても綺麗な声をしてるんだね。はい、はい、うん、今のはいもうすごくいい。もっと聞かせてもらえませんか。少しだけお話をね。我直挂掉哭了。这个失败了。あなた方にお会いする気はありますか。さっきはすみません。ご存知ですかね。実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。ただその殺された方は例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。つまりあの日都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。それが私とどういう関係があるんです。あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。10分だけお話を聞かせていただければ。でも、あ、ダメならいいんです。改めて出直します。俺ら下っ端なんで、次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり録音させてもらったり形式ばっちゃうかもしれませんけど、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか。今話せば10分で済むんですね。ええ、できるだけ手短にやります。わかりました。少しお待ちください。すいません、助かります。さすがですね。でも今のやり取りを聞いてたらなんだか矢上さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、良かれと思ってやったんじゃん。冗談です。おかげで助かりました。間宮さんと話せるのは多分これが最初で最後です。慎重に行きましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。もういいですから。どうぞ。バイバイ。失礼します。球棒。啊？
而且还直接就写光剑，靠北。それで、私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことは、もう全部話しましたよ。ええ。ですがこれが最後だと思って、もう一度聞かせていただけません？もう判決まで出てるのに？そうですね。ご迷惑だとは思いますが。こんな面倒になるなら、痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に会った時、怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね。あそうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた、それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが今日旦那さんは？まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないので、あまり長くは。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのはそちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は波の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。今そう努力してるところです。防犯映像を見ると、電車に乗り込む時、間宮さんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。この時あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。私から離れまいとするような感じで。でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨に、
スカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど、違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの。私はどんな人が触ってきているのかも見えずに怖くて、どうしたらいいかわからなかったです。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。ママどうしたの。大丈夫、何でもない。もうすぐ終わるからね。お腹すいた？うん。そこで本読んでていいから、もう少し待ってて。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングで、まずお尻を触ってた手を掴みました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから、見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたので、もう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。どういうことです？間宮さんのお話にあった痴漢、意味がよくいえ、おかしなこと。もう一度チャンスもらえ。え？いつよ。マミヤさん、意味がよく、もう一度チャンスも。マミヤ、意味がよく、もう一度チャンスも。マミヤさんのお話にあった痴漢、意味がよく、もう一度チャンスも。
マミヤ意味がよ、ん、もう一度チャンス。これは江原さんの持っていた交通系 IC カードです。そうなんですか。でもそれが何か。痴漢事件当日、池袋の改札を通った時の時刻が記録されてました。10月7日の午前7時43分です。しかし間宮さんたちが乗った電車は9時6分発でした。つまり江原さんは改札を通ってから1時間以上ホームをうろついていたんです。私はそんなこと知らないです。ええ、しかも間宮さんの説明と矛盾するわけでもないです。ん、あれ、ちょっと思ってた感じと違う展開になってるみたいですね。もう一度チャンスもらえ。痴漢時三越芝博という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。これって、この映像によると犯人は江原さんです。え、殺された三越芝は江原さんにとって息子の敵でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だから俺らも困ってるんです。それで何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今マミヤさんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を。わかりません。ここまでの捏造動画を作りには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか、最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。そうですね、もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。これから間宮さんに聞いた話をみんなで検証したいです。八神さんも一緒にお願いできますか。そうだね、その前に海藤さんに一本電話入れとこうか。わかりました。では先に行ってます。おお、こっちは今神室町に戻ったとこ。そっちはどう、変わりない。なんだ、別に大丈夫だぞ。もしかして RK のこと。背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。俺はもう少し源田事務所で沙織さんたちと話してからか。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。了解。もう大丈夫です。でしたら間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか。ああ、
始めよう。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそう。だとするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ。画面には御子柴の殺害現場である偉人町のハイビルが映ってます。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、あの殺人動画をネットに上げたのは御子柴殺害の共犯者たちです。まあそうだな。他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて御子柴殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるがよ、もし殺人動画が捏造されたものだったとしたらどういう風に作るんだ。例えばそうですね、まず真犯人が御子柴を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。どうなんでしょう。江原は朝7時43分に池袋の改札を通ってホームに立ってからずっと防犯映像にその姿を捉えられていた。でも殺人動画の通り7時半に御子柴を殺してたなら、偉人町からたった13分で池袋に着くことはできない。すると池袋のこの映像に映ってるのは江原そっくりの別人、替え玉だったってことになる。替え玉ですか。ああ、キャップとサングラスはそれをバレにくくするための小道具だ。いえ、その場合江原は御子柴殺害後痴漢として取り押さえられる前にどこかで替え玉と入れ替わらないといけませんよね。でもそのタイミングはありませんでした。池袋で江原が間宮さんと電車に乗り込んでいく姿は複数の防犯カメラで捉えられ、車両内のカメラにもずっと映っていました。さらには痴漢行為に及んで新宿駅に到着後被害者を振りほどいて逃げる姿も。そして最後は結局江原を追いかけていた間宮さんの目の前で取り押さえられたんです。そっか、つまり池袋のホームに立ってからの江原は常に防犯カメラの目にさらされていたと。いや、それについては違うんじゃなかった。え、一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ。あ、なるほど、確かにここに答えがありましたね。
江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか？この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、これはなんだ？ん？矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか？可能性としてはありうるよね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか？人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたら、かなり運任せですよね。運任せ？ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。やっぱり矢上さん、どうでしょうか？これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野君の指摘通りかもしれません。いやー、そんな。ああ、さすがだな星野君は。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え？一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと？やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。で、そう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性？池袋新宿駅の防犯映像、そして通行人のスマホ動画まで全て検察が捏造したものだった。そうだとしたら、たとえホームの死角がわずかだったとしても関係ない。実は江原と替え玉がすり替わる瞬間は本物の防犯映像ではバッチリ映されていたのに全部隠蔽されてるんだよ。検察が何のためにそんなことをするんです？それじゃまるで江原の三越場殺しをかくまっているみたいです。息子の仇を討つ、江原に共感したとか。そのために駅の防犯映像を一つの漏れもなく捏造したんですか？なるほど、わかった。ちょっと何ですか、あんなにもったいぶった言い方しといて。いや、待った、やっぱり江原で、それをやって、ね、三越場が殺された現場は実はカムロ町だったんだ。つまり殺人動画に映っていたのは異人町のハイビルを忠実に再現した見た目そっくりの場所だったんじゃない？で、それはきっと池袋まで13分以内に移動できる範囲にある。頭ごなしに否定する気はないですが、やはり現実味に欠ける。ダメか、ちょっとな。三越場ヒロはまだ生きてる。異人町で見つかった死体は別人だったってことだよ。いえ、
神奈川県警の死後2回だよね。ちょっとな、いやで、ね、痴漢の被害者だった間宮ゆいは初めから江原とグルだった可能性がある。え、その場合彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか。まさかそんな。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は追ってくる間宮ゆいにさえ目をつぶってもらえれば防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ゆいがグルでないならこの入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ゆいはそこでようやく本物の江原を刺して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今八神さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。いや、その件も間宮ゆいがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ゆいはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮ゆいさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越場殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね、多分それで決まりだと思います。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越場殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん、間宮ゆいはなんでそんなことに手を染める必要があるんです。彼女には小さな子供もいて経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が。ああ、彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮ゆいにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。殺人の片棒を担がされるほどのですか。そんな弱みを握られるような接点が。なあ、間宮ゆいのプロフィールって俺にも教えてくれる。そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね、ちょっと待ってください。よう、その間宮ゆいが江原とグルだって根拠もう一つ思いついた。何です。そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越場殺しのアリバイに使えるんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらない。そんなもしを残したまま経過は立てられないだろうな。ああ、それでやっぱり間宮ゆいが来るんだのは江原の計画にとって大前提だ。確かに江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。
さらにそれ以外にも仲間がいます。間宮ユイからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。間宮ユイのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？旦那さんとは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、6年前に生まれた一人息子は蒼太くんで小学校1年生。待った、間宮ユイの高校黒川学園って言ったよな、最近耳にした。偉人町でだ、あれは確か。俺が三越場の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。赤池さん30歳、間宮ユイも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今間宮ユイと江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮ユイの実家から近い。あ、なんだ、女子の制服がすごく可愛いです。この野郎、司法試験からやり直すか。いや、その制服にも見覚えがある。え、清涼高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。彼女も黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。つながったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。三越場博殺害の発端は、4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画は、その父親江原明宏が息子の敵を撃ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半自宅を出た三越場を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越場が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラには、もう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を
替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、神子柴殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、神子柴殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに神子柴を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は神子柴の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。神子柴の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、神子柴を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては神子柴博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふーん、それって今回の事件と何かつながってくるか？どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、
13年前に起きたいじめってどんなの？ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的にミツル君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾くわえさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そしてミツル君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まずは明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。